羊毛フェルトでキラフワ。今日は羊毛フェルトでまん丸の羊毛フェルトボールを作りたいと思います。羊毛フェルトボールはこういったものになります。全部羊毛フェルトで作っているまん丸い形なんですが、こんな小さいものはいろんな形ですね。まん丸のかわいいですね。でこちらにデコレーションするとこんな感じのリラックスな羊毛フェルトボールを作ることもできます。ふるっとかわいらしい音が鳴ります。で大きさ違いの丸を2つ重ねてこんな感じで雪だるまちゃんを作ることもできます。はい、では今日はこちらのかわいらしいクレヨンカラーの羊毛フェルトを使いたいと思います。まずこの羊毛フェルトを広げます。で両端を持って優しい力で羊毛を裂きます。それで簡単に羊毛をちぎることができます。力を入れるよりもこうふわっと裂いた方がすごく簡単に裂けます。さらにこの羊毛を2つに分けます。1つは置いて片方をマットの上に置きます。手前からくるくると巻いていきます。半分まで来たら真ん中に折り込みます。でさらに巻きます。結構キュッと力を入れて中に空洞ができないように巻いています。そしてフェルティングニードルを刺していきます。この中心部分のみを刺しています。左手で羊毛フェルトをくるくると回して一周刺します。一周刺してこんな感じになります。そして縦に置いて指で羊毛フェルトをほぐします。そしてさらにフェルティングニードルを下に向かって差し込みます。反対側も縦に置いて指でほぐして羊毛フェルトを刺します。こうして上下刺したらこんな感じで俵型になります。そして先ほど残したもう半分の羊毛をマットの上に置いてこうちょっと縦に伸ばします。繊維の方向がこういう縦の流れなんですが、先ほど作った俵型こう巻いていきましたね。同じ巻きですね。今度は俵型をこの流れにクロスさせて真ん中にこの辺に置きますね。下側に。そして羊毛巻いていきます。またギュッと力を入れて巻いています。半分まで来たら中心に折り込みます。そしてさらに巻き込みます。最後まで巻き切ったら、はじめの先ほど作った俵と同じようにニードルで刺していきます。左手で羊毛を回して2回転回して2周刺しましょう。どん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 羊毛フェルトが絡み合って形になっていきます。先ほどと同じように指でほぐして真ん中に向かって刺していきます。反対側も同じように刺していきます。で羊毛を刺すときなんですが、必ず刺したら同じ方向に抜いてください。でこうこの辺刺すときもこう斜めに刺しても同じ方向に抜いてください。抜くときに違う方向に抜きますと先端がとても繊細なのでポキンと折れてしまうことがあります。危ないので気をつけて必ず刺したら同じ方向に抜くの繰り返しを行ってください。
今同じこと2回やってこういう感じでちょっと四角っぽいような俵型になってきました。結構角がありますが大丈夫です。これからどんどん丸になっていきます。今度はこの角張ったところにニードルを当てて刺してどんどん角を取っていきたいと思います。頭の中ではまん丸の可愛らしい羊毛フェルトボールを思い浮かべながらどんどん刺していきます。羊毛フェルト作品なんですが頭でイメージしたものがそのまま指先に伝わってすごくイメージしたものを形にしやすいんです。私も作品を作るときはこんなことがなんかいたらいいなとかこんな可愛いものがあったらなんかすごい世界は楽しくなるなとか思いながらどんどんイメージして作っています。まずは作りたいものをこうイメージするところからもうなんか作品作りが始まってるというかなんかこう考えながら楽しく想像しながら作るとすごく素敵な楽しい時間になりますのでぜひ皆さんもイメージしてみてください。時々こう手で丸めてどん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 丸をイメージしながらいろんな方向を出っ張ってるところをめがけて刺していきましょう。このザクザクっていう音もすごく好きでなんか耳に心地よくて作りながらいつも癒されています。すごいこの音好きなんです。どんどん丸になってきました。このあらゆる方向を今刺しています。でフェルティングニードルで作ったまん丸の羊毛フェルトボールが完成しました。とても素朴な可愛らしいボールになりました。ちょっとこう毛穴が目立つなって時はこう指で撫でて押さえてください。でまたもう少しこう細かく表面だけをツンツンと刺して表面を整えてあげるとどんどん表面が綺麗な羊毛のフェルトボールになります。でさらにもっともっとツルツルっと綺麗な表面にしたいときはこの5本針の出るアプリケパンチャーを表面に当てます。このカシャカシャっていう音も可愛らしくて好きです。これを全体的にどんどん刺してあげてどんどん表面を滑らかにしていきます。指に刺さないようにこの周りを持って常に刺す場所は中心って感じがいいですね。まん丸の羊毛フェルトボールが完成しました。これを大きくしたいなって時はどんどんさっきのように羊毛をちぎって巻いて巻いて刺してっていうのを繰り返していくとどんどんこんな感じで大きくなっていきますのでぜひ皆さんも作ってみてください。では次回はこのキラキラとした繊維を使ってキラフワな羊毛フェルトボールを作りたいと思います。それでは次回も楽しみにしていてください。